私はみゆき。先日、私をずっといびっていた義母が亡くなった。孤独死だった。母さん、ごめん、俺のせいで。俺があの時絶縁なんて言ったから、だからこんなことになったんだ。母さんがあんな死に方をしたのはお前のせいでもあるんだぞ。わかっているのか？本気でそう思っているの？だってそうだろ？お前がもう母さんに会いたくないって言わなきゃ、俺だってもっと母さんの様子を見に行けたんだ。離婚か絶縁かって言って、絶縁で決めたのはあなたじゃない。そもそも私はあなたまで絶縁してほしいとは言わなかったし、圭吾も時々お母さんの様子を見に行ってたわよね。そうだけど、でもみゆきがもう少し我慢してくれたら。10年前、義母には初めて会った時から嫌われていた。みゆきさん、結婚したらもちろん私と同居するのよね。え？母さん、何言ってんだよ。俺の職場もみゆきの職場もここから遠いし無理に決まっているだろう。え？みゆきさん結婚しても働くつもりなの？そんなんじゃ家のことがおろそかになるじゃない。すみません。でも、今の仕事はずっとやりたかった仕事ですし、家事も圭吾さんと協力して二人でやろうねって話を。まあ、夫に家事をやらせる気なの？信じられない。私の時は夫を台所に立たせただけで、姑から怒られたのに。母さん、今は昔と違うんだよ。みゆきさん、よかったわね。圭吾みたいな優しい人を捕まえられて、育てた私に感謝してもらわないと。はあ。それから数年後。あんたたち結婚して何年経っているの？いい加減子供を作りなさい。お母さん、何ですか？いきなり来て。あった、こんなの使ってるから子供できないのよ。ちょっとやめてください。これは没収しますからね。言っておくけど何度もチェックしますからね。それが嫌なら早く子作りしなさい。もう嫌。お母さんとこれからも顔を合わせなきゃいけないと思うと吐きそうになるの。離婚してほしい。そんなこと言うなよ。頼むから思い直してくれ。でも私の下着にまで文句言うのよ。こんなんじゃ敬語をその気にさせられないだろうって。無理よ、嫌悪感しかない。ごめん、でも俺はやっぱりみゆきと別れたくないんだよ。じゃあ絶縁させてくれる？絶縁？もう二度とあなたのお母さんには会わないって意味よ。お葬式も出ない。俺も？あなたは好きにすればいい、実の親だもの。でも私はお母さんの顔も見たくないから絶縁したい。それができないなら私があなたと別れるしかないわ。わかった、いいよ。本当に？ああ。それとこの部屋は引っ越すこと。新居はお母さんに知らせないで。また乗り込んで来られたら嫌だから。そして子供は作らない。え？ごめん。でも子供ができたらお母さんを喜ばせることになるのかって思ったら、少なくとも今は無理。わかった。俺はみゆきに従うよ。だから離婚なんて言わないでくれ。お母さんが亡くなったのは私のせいじゃないわ。もちろん敬語のせいでもない。警察も事件性はないし、突然死だったって言ってたじゃない。それはそうだけど、みゆきは絶対に自分が悪くないと思っているのか？もしかしたら俺たちが母さんを一人にしたせいでって思わないのか？思わないわ。お前、冷たい女だな。そんなやつだと思わなかった。私こそ、敬語がお母さんの死んだ原因を私になすりつけてくる人だとは思わなかった。結局、義母の死がきっかけで私と敬語の亀裂は決定的になり、離婚することになった。それから1年後。はい、もしもし。みゆき、久しぶり。再婚したんだって？うん、先月籍を入れたけど、よく知っているわね。この前ショッピングモールでエマと会ったんでしょ？エマが教えてくれたのよ。おめでとう。ああ、そういえば。ありがとう。前の結婚でいろいろあったから心配していたんだ。幸せそうならよかったよ。うん、幸せだよ。報告したかったんだけど、いろいろあって遅れてたの。落ち着いたらランチでも行こうね。うん。ただいま。お帰り、お疲れ様。敬語と離婚した10ヶ月後、私はもともと仕事の付き合いで仲の良かった、サトルと再婚した。体調はどう？無理しちゃダメだからね。わかっているって。実は妊娠中でもある。座りも今のところ軽いし、時々妊娠してるの忘れそうになっちゃう。こらこら。なんてね、大丈夫よ。無理はしないから。サトルは私より年上で会社を経営しており、お金も時間も比較的余裕がある。それに私の仕事にも理解があり、何より彼の実家はいい意味でドライで、義母も自分の趣味や仕事で忙しい。あの時敬語と別れて本当に良かった。離婚したからいいご縁に恵まれたんだわ。敬語は今何しているか知らないけど、もう会うことはないだろうな。そう思っていたが、予想は外れてしまった。一週間後。みゆき。え？敬語？どうしたの？どうしたもこうしたもないだろ。聞いたよ、再婚したって。少し前にね。お腹に子供もいるって？なんで知ってるの？ありがとう、みゆき。は？お腹の子は母さんの生まれ変わりだよ。冗談でもそんなおぞましいこと言わないでくれる？冗談じゃないよ。これでやっと母さんも許してくれたんだ。どうかしてるわ。
母さん、ずっと孫が欲しいって言ってたから、お前のお腹の子に転生したんだよ。やめて、近寄らないで。待ってくれよ、みゆき。逃げるなよ。いやー、なんなの？突然どうしたって言うなよ。サトル、助けて。どうしたんだ？何があったんだ？前の夫に追いかけられているの。様子がおかしくて怖い。私はサトルに居場所を伝え、カフェのトイレに隠れていた。しばらくして、外が騒がしい？あ、サトル。母さんを返せ、みゆきを返せ。俺とみゆきの子がお前の母親の生まれ変わりなわけないだろ。気色悪い妄想するな。絶対そうなんだよ。名前は道枝だ。母さんの名前だ。やめて。言って。何するんだよみゆき。何するってこっちのセリフよ。私たちが離婚した原因もう忘れたの？あんたがお母さん亡くなったのを私のせいにしたからでしょ。なのにあの嫁いびりしてたお母さんが私の子として生まれ変わった？バカじゃないの？それにお腹の子は男の子だから。え？あのクソババアの生まれ変わりだなんて二度と言わないで。そんな男だなんて。なんで？大丈夫でしたか？はい。ちょっと話を聞かせてもらうよ。あ、話せよ。みゆき、大丈夫？サトルこそごめんね、いきなり呼び出して。そんなことは全然いいんだけど、あのさっきの本当？え？お腹の子が男の子だって。あー、いや適当に言っただけ。さすがにまだわからないよ。そうだよね、びっくりした。女の子だと思い込んでるみたいだったからついカッときて。そっか。それにサトルは性別は事前に聞かない派でしょ。だから私も先生には聞かないつもりだから。ひとまずほっとしつつも、私は元旦那の代わり用に気持ちが少し沈んだのだった。それから数ヶ月後。あ、タケルが泣いてる。きっとミルクの時間だわ。ああ、俺がやるよ。お願いね。元気な男の子が生まれてよかった。別に敬語の生まれ変わりの話を信じていたわけじゃないけど、もうこれ以上あの人たちに関わりたくなかったしね。敬語はあの後心を病んでいるため病院に入院したそうだ。退院したという話は聞かないので、まだ入院しているのかもしれない。元は普通の人だったのに、お母さんへの懺悔の気持ちが敬語をおかしくしてしまったんだろうな。私は懺悔なんてまるでないけどね。むしろ見返すつもりで絶対に幸せになってやると、愛する夫と息子を見ながら思うのだった。